はい、皆さん、こんにちは。ヨガジェネーション代表の三木蔵でございます。どうもです。さて、今日も、まあ、前回じゃないけれども、テーマ的には前回に引き継ぎなんで、こちらの、素晴らしい方をお招きして、話をお聞きしたいと思います。アスレチックトレーナーで、栄養学スタジオ代表の山本邦子先生です。こんにちは。イェイ。はい。なんか第これ以1弾。外の登場の仕方を考えたいね。なんかついこうしちゃうかこうしちゃうよじね。ゃあ、今度、決めましょう。オンライン飲みでもしながら。はい。そう、今日も好評のおすすめの本シリーズ。これもう第4弾ぐらいになるのかな？第3弾か第4弾ぐらいになそうりまですすね、そんぐらいですかね。ね。今日は何くくりで何冊をご紹介いただけますか？今日は、まあ、人間とは何か人間とは何か。深い。と広いい。深う、い。まあ、一大側きい。面からちょっと人間っていうものに触れてみようかなとはあ、いう進感化じで系す。ですか？そうですね、あ、そっ進ち化、系。発達進化的な感じはあ、なるほど。ですかね。はい。ぜひ、ぜひ。で、僕2が全冊ほくど、触ったことのないジャンルだな。そうです楽しか、み。は2冊ほどご紹介したいと思いい。ます。1冊目はですね、パパは脳研究者と言って、こちらですね、池谷裕二さん、池谷裕二先生、いろんなところで出ていらっしゃるので、お名前は聞いたことがある人多いと思うんですけども、まあ、もともと薬学博士なんですけども、でも脳科学系というか、人の発達であったりとか、脳と人間というところをすごくこう一般の方にも分かりやすく言語化されて本をたくさん出されてるんですけれども、まあ、この本自体は、この池谷先生がお子様が生まれて、その生まれたところから4歳までのその娘さんの様子だったりとか、振る舞いとか成長を見ながら、それが実際に脳の発達としてどういうことが起きてるから、今その娘さんはこういうことが可能になったとか、まだここで、人との交流だったり、こうね、目と目を合わせるだったりとか、何かものを取るだったりとか、言語を発するとかっていうのは、今この年齢だから脳の中でこういうことが起きてるからそうなんだなっていうことを、日常で起こってるようなことと、彼のその脳の研究のベースだったり、脳の知識を組み合わせて書いた本なんですね。じゃあ、その日常生活の中のふとした行動が実はその脳と連動しているのがそのこういうことだよっていうのを日そう常です。生活レベルで、まあ、理解できる本ってこと？そうですね。私たちが、まあ、最近ね、いろんな言葉って聞くじゃないですか。大脳辺縁系とか前頭葉とか側頭葉とか視覚野とかっていろんな言葉を聞くと思うんですけど、まあ、それってあくまでも言葉でしかなくて、じゃあそれが一体何をしてるのかって言われても、なんかちょっとぼんやりとすると思うんですよね。でもそういった言葉をうまくこう文章の中に入れながら、あ、それってここが関係してるんだっていうところの紐付けができるようになるのかなと思っなんかて、一個ぐらいエピソード覚えてます？そエのピソー娘さんド、がこんな行動をとった、それは実はこう読み解けるみたいな話が載ってるんじゃないんですか？じゃなくああ、そうですね、載ってますて。ね。例えば、なんだろうな、どんなのがあったかな。まあ、子供が、嘘をつけるようになったみたいな。ほう、面白い。その嘘をつけるようになるってことは、その他者から見えるものを予測することもできるようになったりとか、またはその後に何か起こり得ることを考えた上でこうした方がいいんじゃないかっていう、その言葉の選択ができるようになったみたいな。ということは、子供が嘘をつくようになったっていうのは、親からすると嘘をつくようになっただけど、脳科学者からすると成長してきたこそうと。なんですよ。面で、白そういうふうな感じで書かれてるい。ので、なんか嘘ついちゃいけないよって言いつつも、でも池谷先生はなんか、ちゃんとうちの娘は成長してるんだ、発達してるんだっていうふうにこう文章の中でも書かれてるんですよね。それは面白い。もう今のくだりだけで、買います。そうなんで、そういうふうにしてこう結構年齢の系列によって4歳までの脳の育ちの面フローとか、ちょっと見えるか分かんないですけど、そんな風にして書かれているので、
面白いな。お子さんに関連してる方も、うんうんうん、ね、お孫さんやお子さんとか、あと子どもの教育とかにかかってる人とかも、うん、こう見たら面白いかなと。ああ、めちゃくちゃ興味ある。ありがとうございます。もう一つあるんでしたっけ？もう一つ、はい、もう一つはですね、ぐーっとこう古典な感じでちょっとこう難しくはなるんですけども、ミッキー先生、岸尾先生の内臓と心と。すごい表紙です。でこれはもともと多分1982年に出た本を、うんうん、ちょっと改訂して新書で出されたものなので、2003年にもう一回再版というか編纂して出されたものなんですけども、これは、人間のその進化がどういうふうに起こってきたのかっていうのと同時に、子どもさんの成長とそれを少しこう重ね合わせて文章をずっと追いかけて話しているので、池谷先生とはちょっとこう切り口は違うんですけれども、うん、私たちが人間としてこの大地に、動物として生まれてきて、うん、そこから、進化してきた細胞分裂によって進化してきた中で、うん、内臓っていう部分と心という部分がどんなふうに構成されていて、それによって私たちが今どんな体験を積み上げてるかみたいなことが、書かれてあるのがこの本になります。ちょっと深い。内臓と心ってなんかそのなんだろうな、その先生からすると心ってどういう捉え方になってるんだろう、本の中では。先生心とはこういうものだっていうような定義は先生はしてないんですけれども、うんうんうん、人間の細胞が分裂する中で、内臓核、厳密にそういう言葉で言ってないんですけども、内臓となるエリアと体表、その外側になるエリアの2つがあって、うんうん、でその内臓のところには、いわゆる私たちの内臓が存在していて、うんうんうん、でその体表の外側に来る部分っていうのはいわゆる心というものが、うん、そこに存在すると。おなんでもともとはその一つのものだったものがそうやって進化の過程で分かれていた、うん、なので私たちの心と内臓、または内臓と心っていうものは実は、こう同じものから派生しているので、同じリズムで潮の満ち引きだったり太陽のと月の関係であったりって、そういうところから私たちっていうのは常に自然の影響と表裏ありつつも表裏はないような、そういう存在なんじゃないかみたいなところ、ちょっと哲学的なところも含めて先生、ちょっと深いなそれは。そうですね。なんでこうボディーワーク、人のこう深いところまで、関わる人であったりとか、よく鍼灸師の方とかは、この本とかはよく三木先生の本っていうのは使われたりするんですけども、有名なんだそういうその本ですね、なんかもうちょっとこう深く人っていうものをこう探求したい人とかにとっては面白い本かなと思います、なるほど、素晴らしい、ありがとうございます。皆さん、このチャンネルをご視聴の中でもヨガの先生っていうのがたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱり我々の業界ってまだ2000年以降ね、第三次ヨガブームと言われてる進化してきた業界ですけど、言ってもまだ16、7年の業界なので、じゃあ本を読むってなった時に、我々の業界では、じゃあヨガ解剖学の本とか、あとは、ヨガ哲学で言ったらスートラとかバガバッドギータとか、プラビディピカとか、その手の有名なものは読もうとする人が多いんですけど、そのヨガの世界の窓なりとか、隣の隣ぐらいのもう少し視野の広い分野、視野を広げた分野の本を読むっていうのはとっても大事だなと思ってまして、うん、僕がなぜこのシリーズをやろうって言ったかというと、この目の前にいる山本邦子先生、僕からしたら勉強マニア、勉強オタク。でしょ？もうですよね、オタクなのか。勉強してなかったらあなた、止まっちゃうでしょ。あ、そうだね。なんかね、つまんないなって思ってるかもね。うん、だから、なんかそんなこう、学びを深めるってなんか素敵だなって、何歳になっても素敵だなっていうのをね、なんかご視聴いただいてる皆さんに少しでも気づきになればなと思って、今日も邦子先生を引っ張り出して、素敵な2冊を、ここによかったらリンクとかなんか詳細載せておきますので、見てください。邦子先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうだな。今ちょっと考えたことがある。
もう一本取りましょう。お、OK です。あなた自身が今度は著者になってるでしょ、たくさん。あー、それ確かに、うん、なので次回も皆さんお楽しみにということで、国尾先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では